キャプテンの吉川光です。自分たちの目標は整理整頓、挨拶返事が次の選手になることです。自分たちと一緒に上げましょう。せーの、クッキースマイル。太郎動物病院新規オープンいたしました。ペットホテル、トリミングも併設している動物病院です。よろしくお願いします。みんな元気に、クッキースマイル。クリアシで飲むなら飲まっしょ。ピン。みんな元気に、クッキースマイル。クリアシ、日本料理うれしの、おかみの中島純子です。お店ではすべて手作りで皆様に、安心安全でそして楽しい時間を過ごしていただけるように心がけております。ぜひお待ちしております。みんな元気にクッキースマイル。そばうどんといえば茶の間屋。みんな元気にクッキースマイル。クリアシの和菓子とカフェの蓬莱屋です。クリアシで来たらぜひお立ち寄りください。お待ちしています。みんな元気にクッキースマイル。栗橋保育園でみんな元気に過ごしています。みんな元気にクッキースマイル。東鷲宮のクレハと福木駅前の楓と今度、東鷲宮でカレーのシャレというパン屋を始めました。よろしくお願いします。みんな元気にクッキースマイル。柴田君、味噌汁の具は何が一番好き？塩あんびんです。みんなで塩あんびんを味噌汁に入れよう。みんな元気にクッキースマイル。皆さんが笑顔になるフランス料理を提供いたします。ぜひご来店ください。みんな元気にクッキースマイル。皆さんこんばんは。これから世界一の笑顔を見せます。みんな元気にクッキースマイル。バスケ大好き。みんな元気にクッキースマイル。今年の3月にオープンしました。ぜひ一度ご来店ください。みんな元気にクッキースマイル。久喜市商工会青年部部長の尾身健一です。皆さん、イルミネーション楽しんでますか？この2年間本当に大変な思いをしました。この事業はですね、そんな皆さんが少しでも明るく笑顔になってくれると願いを込めて企画いたしました。どうぞ最後まで楽しんでってください。そしてこれからも久喜市商工会青年部をよろしくお願いします。それでは皆さん、ご一緒にクッキースマイル。